1962FIFA ワールドカップ地区予選は、1962FIFA ワールドカップの予選である。55のナショナルチームがエントリーした。本大会に出場できるのは16チームで、開催国のチリと前回優勝国のブラジルは予選を免除された。グループが大陸別に組んで、限られた上位のチームが本大会へ出場できる。それぞれグループの予選方法は、 以下の通りである。欧州予選30チームが参加。グループ1グループ6、グループ8は1組3チームに分かれ、各組1位チームが出場。グループ7は5チームで、トーナメント方式で1チームが出場。グループ9と10は1組2チームで1位チームが、それぞれアジア代表とアフリカ代表との大陸間、プレーオフに進出。南米予選7チームが参加。 6チームは1組2カ国で3組に分かれ、各組1位の3チームが出場。1チームは、北、中米カリブ海代表とのプレーオフ。北、中米カリブ海、予選8チームが参加。1時、ラウンド、最終ラウンドを経て1チームが南米とのプレーオフに、進出。アフリカ予選6チームが参加。1時、ラウンド、最終ラウンドを経て1チームが欧州との大陸間。 プレーオフに進出。アジア予選3チームが参加。グループリーグを経て1チームが欧州との大陸間、プレーオフに進出。2チームの勝ち点が同数だったため再試合となり、スイスが2-1でスウェーデンに勝って、出場を決めた。2チームの勝ち点が同数だったため再試合となり、ブルガリアが2-1でフランスに勝って、出場を決めた。一次ラウンド、編集二次ラウンド、 編集ルーマニアが予選を辞退したため、イタリアが最終ラウンドに進出した。最終ラウンド、編集スペインがアフリカ代表との大陸間プレイオフに進出。ユーゴスラビアがアジア代表との大陸間プレイオフに進出。グループ1、編集カナダは予選を辞退した。グループ2、編集2チームの勝ち点が同数だったため再試合と、 なり、コスタリカが1の0でホンジュラスに勝って決勝ラウンドに進出した。メキシコが南米代表との大陸間プレーオフに進出。グループ1、編集アラブ連合共和国とスーダンは予選を辞退。グループ2、編集モロッコとチュニジアの勝ち点が並んだので、中立国のイタリアで再試合が開催されることとなった。再試合では1から1の引き分けだったため、コイントスにより、 モロッコが最終ラウンドに進出した。グループ3、編集モロッコが欧州代表との大陸間プレイオフに進出。インドネシアは予選を辞退した。韓国が欧州代表との大陸間プレイオフに進出した。決勝地のエスタディオナショナルデチリ南米ヨーロッパ北、中米カリブ海。ありがとうございます。